はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。ここみチャンネルのショーが、今日は、これが本物のエジプトだ、をお送りいたします。よろしくお願いいたします。まあ、エジプトという国は、神秘な国ですね。今現代のエジプトではないですよ。今現代のエジプトはですね、まあ、他の移民なんですよ。もうここ1000年ぐらいで、かなり、あのギリシャ、ローマからとかね、移民してきて、本当のエジプト人、まあ、エジプト人の子孫ですよね。 一人もいないんですよ。誰もいないんですよ。これはあの遺伝子をもう調べて分かっていることなんですよね。だからエジプト人っていうのはある日突然として全員消えてしまったんです。これはあの確定している事実です。エジプト人というのはだから存在しないんですよ。今のエジプトというのは移民の他の国から来た人たちが作った国なんですね。元々のエジプト人というのはあのピラミッドとか スフィンクスがあった時代の人たちを指すんです。一人もいないんですよ。その子孫が。これは不思議なことですよね。で、まああの、ファラオとかね、クフ王とか、有名じゃないですか。スターカーメンとかね。あの人たちが本物のエジプト人なんですが、どういうふうな生活をして、どういうふうな人たちだったのかというのは全くわかってないんですよ。 たただ若かかったんじゃないかといとうのはそう言われています。まあ、それもわかんないんですよ。まあ、若かったんじゃないかと言われてるだけで、本当に若かったかどうかも誰も知らないんですよね。でも大体まあ全員がですね、30歳未満、まあ、王様に関してはもう18歳とか19歳だったんじゃないかと言われているんですよ、スター仮面もね。でもそれもわからないんですよ。あの確定ではないんですね。まあ、そういう推測だということなんです。で ま、エジプトのね、あの、ま、いろんな遺跡が出てきているので、この間ちょこっとあの私の持ってる収集している画像をアップしたら、ま、なんか素敵だっていう声がすごく多かったので、今日はあの切り替えながらですね、その画像の一部をあの掲載していきます。で、この間はあの半分とか三分の一の画像の大きさだったんですけど、フル画像であの掲載していきますので、ご覧いただければと思います。 これはね、あのー、すごいんですよ。ルクソールっていうエジプトの、まあ、町があるんですけど、そこがまあ、昔はあの中心地じゃな,な,んかないかと言われてるんですよね。あの、スタンカーメンの時代の頃のね。で、そこがまたね、すごいんですよ。あの、石柱とかが立ってるんですけど、まあ、あのー、1つの石柱だけで50トンから100トンぐらいあるんですけど、 これを他の谷から、かなり遠くのところですよ。石を切り出して、まあ模様を掘ってですね、そこに設置したんですよ。建てて。運んできたんですよね。で、高さもぴったりなんですよ。みんな均一に。で、直径の太さもみんな同じ直径なんですぴったり。まあ、狂いは1センチもないんですよね。高さも。そんな ここととがでできるのかってことですよだから数百キロ離れたところから運んできてるんですけど、これ50トンだとしても、あの、なんでしょうね。今の運ぶものでも、どんなものでも運べないですよ、なかなかね。50トンのものを運ぶっていうのは、ちょっとなかなか難しいですよ。単体1個で50トンなんでね。だからこの数千年前ですよ。 この50トンのものを運んできて彫刻して、ですよここに立てる、これ、できたかどうかっていう話ですよね、できたからあるんですけど、すごいじゃないですか、この技術、人間だけの技術じゃないですよね、どう考えてもね。これ、王家の谷なんですけど、ルクソール神殿とか、王家の谷ってあるんですよね、そばにね。で、王家の谷でツタンカーメンのまあミイラが発見されたんですよ、もう大発見ですよ。 で、みんな驚いて。まあ、なんか変な伝説みたいなのありましたよね。なんかスターカーメンの墓を掘り起こした人たちが次々と亡くなって。あれはね、作り話であみんなをびっくりさせようというね。まあ、そんなことないですよ。あの、二人ぐらい亡くなったけど、あの、病気だったり、年だったりしてね、あの、交通事故だったり、偶然です。あの、二人ぐらいね。だって13人ぐらいって二人ですから、あの、すぐじゃないですよ。何年か後だから、それはあの、そういう作り話なんですけど。 ま、実際問題、すごいマスクなんですよね。金ですよ。純金。で、今、あの、18K、24K というふうに言うじゃないですか、金のこと。で、18金っていうのは、ま、ちょっと混ざり物がある金で、24K っていうのは、もう、ま、純金に近い、ま、純金という扱いなんですね、今ね。で、これ24金なんですよ、全部。すんごいですよね。あの、金閣寺は、あれは、まあ、 何て言うんですかね。上から金箔を貼り付けたもので、金に見えるけど、木なんですよね。でも、こっちのスタンカーミンは本物ですから、これはすごいですよ。あの、金箔貼り付けたのみたいのもあるんですよ。あの、メッキみたいのもあるんですけど、まあ,あ、純金のものもあってということで、まあ、金が豊富にあったらしいんですよね。で、あの、いろいろ、まあ、エジプトのね、あのことを調べていくと、 不思議なのはですね、あの、なんですかね、馬みたいな頭の人とかね、猫みたいな頭の人とか、あと鳥みたいな頭の人、あと鳥の体の人とかね、いろんなの、その彫刻が出てくるんですよ。で、これってまあ学者に言わせると、想像していたんだと。鳥と人間が一体化したものをね。 で、私ね、調べていくうちにね、そうじゃないと思いましたね。あの、あまりにもね、あの、多いんですよ。鳥人間みたいなものが。これはね、あの、後々ね、鳥の、その、お面みたいなのを被った人は、それはいたんでしょう。だけどね、最初の当時って、そういう人がいたんだと思うんですよ。で、これをね、あの、なぜそう思うかっていうとね、あの、恐竜ですよね。 何億年も前に恐竜が、まあ、地球をね、カッポしてたわけじゃないですか。どんどんどんって歩いてたわけですよ。でもそれが一気にいなくなったんですね。それはあの科学的に分かってるじゃないですか。で、地球に、まあ、隕石がバーンと当たってね、で、恐竜が絶滅したと言われているじゃないですか。でもそれだったら哺乳類の像とかキリンとかも絶滅してますよね。で、恐竜だけ キも一頭もいなくなって哺乳類だけ残るってことはないんですよ大型の哺乳類であればね同じぐらいの大きさの哺乳類ですから恐竜の小型のとゾウと変わんないんですよだけどゾウは生きていて恐竜がいなくなってるんですねでもこれを言うとまあ、遺伝子の専門の方がね科学者とか考古学者の方がいやいやいや恐竜が先で進化して哺乳類になったんだよと言うんですよ いやいや、進化もないの、恐竜絶滅したんだから、進化できないじゃないですか。ねでもそう言うんですよ。え、だって恐竜って絶滅したっていうふうになってるじゃないですか。そうだよとえ。じゃあ、進化してゾウにはなんないじゃないですかって言ったら、そこは何かがあったんだろうって言うんですよ。それ誰もわかんないんですよ。本当にあの、誰も知らないし、誰もわかんないし、そこを説明できる科学者って誰もいないんですよ。なぜ哺乳類だけ生き残ってるのか。 進化したんだったら、だって恐竜が徐々に進化したんだったら、それ絶滅してないじゃないですかね。なんかそれがね、化石も出てきてないし、その途中の化石ってほとんどないんです。何にもないんですよ。哺乳類がいつ、どっからどういうふうに出てきたかって誰も知らないんですよ。突然湧き出してきてるんですよ。でもおそらくはね、そんな前じゃないんですよ。おそらくは、まあ宇宙人が、まあ遺伝子組み換えでね、 あの、最初多分失敗したんですよ。恐竜みたいの作っちゃって、でかいじゃないですか。荒っぽくて。いやー、まだ俺たちの技術、まだまだだなーって言って、でも新しく技術的に開発したんですよ。もうちょっと可愛いやつをね。これどうですかとか言って。バンバンこれ可愛いじゃないか。でもこれね、地球にばらまくと、恐竜が食っちまうんですよね。あー、最初の初期型モデルか。いや、あいつら、ちょっと一旦消そうか。っていうことで、 まあ何らかの方法で消し去ったんですよね。で、綺麗になったところで、じゃあ哺乳類を置いていこうということで、まあ、犬とか猫とかネズミとか、象とかキリンとか、いろんなものを置いていったんですよね。で、その中で、まだそれがずっと続いていて、エジプトの時代もまあ来てたわけですよ。で、まあ、合成ですよね。あの、人間と鳥とか、まあ、合成してみようかっていうのをまあ実験したんだと思いますよ。 または単願したのかもしれないですね。エジプトの人たちが。まあ、鳥と一緒になりたいとかね。空を飛びたいとか。よし、願いを叶えてやろうということで、まあ、作り出したんでしょう。本物だと思うんですよね。体が鳥で、あの顔が人間とか。あの頭が鳥で体が人間とか。多分そういうことを繰り返し繰り返し実験して誕生させていたんですよ。この時代にね。だから残ってるんですよね。 それがね。うん、でもこれを言うとね、いや、そんなことあるわけないって言うけど、いやいや、もう、だってわからないことだらけなんですよ。さっきの柱一本でも、人間技じゃないんですよ。絶対持ってこれないですから、切って。だって今でも運べないものを、なんでその四五千年前の人たちが運べたのかって。なんかそれを言うとね、あのー、考古学とか、そういう学者の方々が、いやいや、木をね、寝かせて、その上を、 みんなで引っ張ったり押したりしてゴロゴロやっていや、そんなめんどくさいことするわけないじゃないですか、だって。そんなことして、あの、持ってきてって、ねあの、そんなに暇じゃないですよ、みんな。だって、あの、見たらわかるじゃないですか。あまりにも美しすぎるんですよ。美しいんですよね。そうやってゴロゴロやってったら途中で割れちゃいますよね。で、割れた破片とか、そこら辺に落っこってそうじゃないですか。 一つも発見されてないんですよ。割れた破片とか。で、大体この柱が切り出された場所って特定されてないんですよ。どこから切り出してきたか。誰も知らないんですよ。やっとピラミッドのね、あの一つのブロックがここじゃないかなっていうの、四五百キロ離れてるんですけど、あの、ここから切り出したんだろうとかね、あの、オベリスクとかね。あの、オベリスクは、あの、まだ、そのオベリスクが横たわってるのが発見されたので、あ、ここから切り出したんだっていうのはある程度わかってるんですけど、 しかし、それにしてもね、その切り出してオベリスクをね、高さ2、30メートルのものを運んでくるって、途中で割れますよね、<laughs> 割れると思うんですけど、それを割れないで運んでくる技術があったんですから、これはね、もう異常としか思えないですよね。まあ、人間だけの力ではちょっとあの無理ですよね、だって現代でもできないわけですから、あのその当時でできるはずがないんですよ。 で垂直とかちゃんと綺麗に撮ってるわけですよ。こんな大きい柱をね。うん、だからね、まあエジプトはもう神秘であり、もう未知なる技術を持っていたということですよね。だって、あの、まあその大きいものじゃなくてもね、先ほどから画像に映っている、あの、細かい細工、綺麗ですよね。こういうものをこう作っていたわけですよ。で、純金だったりするわけですよね。 あの、蛇の形とか。あれをどうやって溶かして、あの、蛇の形にしてて、はできない。いや、今でも難しいですよ、あれは。あれはね、難しい。当時の人が、あれをどうやって作ったのかって誰もわかんないんですよ。おそらくは、とか言ってるんですよね。いや、だけど、そしたら失敗作が山ほどあるんじゃないですか失敗したものって。出てきてないんですよ、失敗作が一つも。 一つもないんですよ、失敗作が失敗しないで、あれですかね、あの失敗したらまた溶かしてもう一度作り直してとかいや、そんなこともないと思いますあの、失敗作一つや二つね、出てきてもおかしくはないと思うんですけど、まあ、全く見当たらないんですよね。だから本当にね、美しく綺麗に生活をしていたのは間違いないんですよ。 何かがあったことは間違いないんですね。で、突然として一人もいなくなってしまったんです。ある日突然消えたんですよ。痕跡も残さずにね。まあ、それがなぜかも誰も答えられないんですよね。これは本当に不思議な話ですね。で、あと、あの、エジプトの内部をね、調べて調べてずっと調べている人たちが、あの、日本の吉村さんっていうね、学者もそうですけど、あれがね、中の通路を、 カンカン削って掘っていったんじゃないっていうことは確認されてるんですよ。あの一つずつあの巨大な石を何百万個も積み上げて、積み上げながらレゴブロックのように中の通路と隠し部屋とかを作っていったんですよ。すごくないですかなぜ中を削ったんじゃないかっていうのが分かったかというとね、あの要するに、あの積み上げてから穴を掘っていったんだったら中は真っ暗じゃないですか。真っ暗だったら、 まあ普通はどうするかって言ったら電気をつけたり、また中で何か燃やしたりして、火を、まあ炊いて明かりを取るんですけど、その全部壁からあの検査してね、あの、どういうものがついてるか。何かが燃えたカスのものを、通常ちょっとでも微量でも出るらしいんですけど、全くその火を使った形跡がないんですよ、どこにも。だから、 ま、真っ暗の中で火を使わずに穴を掘るってできないじゃないですか。だからそれはね、ないんですよね。で、壁面が中で削ったにしては綺麗すぎるんですよ。すんごい綺麗で、まあ、隙間もないし。だからこれは、あの、積んでったんですよね。明らかに。切り出して、そのまんま積んでった。切って。だから、 まあ人間技じゃないですよ。だって積んでった壁面がまっすぐなんですよ。まっすぐ。もう綺麗にまっすぐなんですよ。もうガン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 って中で積んでったその内面の壁面がね、内側の壁が。まあ、ありえないんですよね。うん、だからそれも誰も説明できないんですよ。火も使わずに壁面が綺麗。で、積んでったらしい。でも積んでっても1ミリの誤差もなくまっすぐ綺麗に垂直なんですよ。で、それも 誰も説明できないんですよ。なんでそんな風に積み上げられたのかね。今の技術でも、もう難しいですよ。あれを作るのは。まあ、巨大ピラミッドは作れないでしょう。今の技術でもね。もう無理なんですよね。100年もかかったら作れるのかもしれないですよ。1個ぐらいをね。でもあれ20年以内に作ったって言われてるので、まあ無理ですよね。20年で作れって言っても今もうありえないですね。今でも作れないですね。で、積みながら、あの通路とか隠し部屋とか、 そういうものを作んなきゃいけないんですよ。まあ、ありえないですね。それもね。まあ、神秘が神秘を呼ぶみたいなね、感じでエジプトっていうのは、もう本当にこう、不思議だらけってことですね。ということで、まあ、画像ね、いろいろ、あの、全部、あの、見られた方ね、まあ、どう思うかわからないですけれども、あの、まあ、ちょっと不思議だと思いますよね。鳥人間、いたと思いますよ。多分、飛んでたんでしょう。 人間の顔して、多分ね。多分そうだと思いますよ。うん。で、あの、女の人出てきていたでしょもう一度見ましょうか。これねあの、ネフェル・ティティっていうね、人なんですよ、女性。で、これあの、ツタンカーメンの義理の母じゃないかと言われてるんですね。あの、これあの、壁面に彫ったその文字から、まあ、どうやらそうらしいと推測されてるんですよ。で、ツタンカーメンの あの、まあ、義理のお母さん。この方、まあ、痩せてますよね、きっとね。首、長すぎじゃないですか。こんなに長い女の人いないでしょ。あと、首の手前の筋があるじゃないですか。これは、あの、人によっても、こう、筋だって、キーっとこうなってね、ヒステリックになると筋立つ人いるから、あの、そうかなと思うけど、目を見たら落ち着いてるので、そういう筋じゃないんですよね。 多分これ骨だと思うんですよ。これ人間じゃないですよね、だからね。こういう骨格を持っている人がいたっていうことですよね。でもこの骨格って私見つけたんですよ。あの唯一残っているこれを持つ、こういう骨格を持つもう人間じゃないんじゃないかっていう人がいるんですよ。レオナルド・ダ・ヴィンチ。 誰も見たことないじゃないですか。本物。私あるんですけど、レオナルド・ダ・ヴィンチの骨格、全く同じなんですよ。ここのね、喉のここら辺にね、骨があるんですよ。だから、やっぱりね、人間じゃないと思うやつよ。<laughs> 人間じゃないんですよ。少なくても宇宙人とのハーフですよね。まあ、四分の一かも、クォーターかもしんないけど、まあ、血が入ってるということなんでしょう。 ということで、まあ今日はね、まあまたあのエジプトに関しては、まあいろいろ情報を持っているので、またあのお送りしたいと思うし、あと、まあレオナルド・ダ・ヴィンチ。これも神秘の人でね、みんなが知らない話というのがあるんですよ。レオナルド・ダ・ヴィンチが残した、まあ絵がいっぱいあるじゃないですか。あの中に暗号が隠されているんです。で、これはあの林先生っていうね、えー、林博先生っていう 方がいてでユーチューブやってらっしゃるんですけど、その方と一回、まあ、あのやり取りしたことがあって、まあ、こういうものを見つけたんですよっていう話をして、うわー、それ大発見だねっていうふうになって、いや、だけどそこでとどめてまだちょっと確認が必要なんでねあの、本当にそうなのかどうなのか、まあ、林先生のお墨付きはいただいています。まあ、今度ね、あの近いうちにそれ、まあ、どうしようかなと思って、まあ、あのいろいろね、 問題が起きるんですよね。それを公開するとね。だけど、まあもうそろそろね、公開してもいいかなと思っています。ということで、今日はこれが本物のエジプトだをお送りいたしました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。